川に光が映し出されて綺麗だねー。ああ、季節ごとに移り変わるこの景色には、いつも心奪われるな。いつまでも見ていたいところだけど、この村もだんだんと忙しくなってきたよ。人も増えたし畑も増えてきたからな。さあ、みんなが穏やかに過ごせるように今日も頑張るぞ。それでは新たに建設を始めた牛舎を見に行こう。今進捗は半分ほどだけど、それほど時間がかからずに完成すると思うよ。よしじゃあ建築は任せて、私たちは餌の準備を始めよう。牛の餌には干し草が必要だよ。オーケー。そしたら新しい畑のそばに干し草の乾燥台を設置しよう。干し草は、5月から9月の間しか作れないから、作業開始まで少し待とう。オーケー、それでは次の作業に行こう。何をするつもり？この村もだいぶ子供が増えてきただろ？だから私は学校を建てようと思うんだ。それはいいね。公益所や農場の管理人は教育を受けてないとなれないから、長期的な人材確保の面でも有効だと思うよ。それもあるけど、もしこの村の外に出ても生きていける力をつけてほしいんだ。それはいい考えだね。タウンホールの隣にしたから私も時々教えるぜ。え、何を？マリサの村長学入門。やめなさい。ほら、そんなことより。いや、いいと思うんだけどな。ほらほら、鶏が卵産んだよ。おお、本当だ、12個も産んでるぞ。2匹で12個ってことは、もっと増やしたら十分公益商品になりそうだ。そうだね、思ったより産んでくれたね。でもまずはこの新鮮な卵を村民の食卓に提供しようではないか。おお、偉い。あ、食料倉庫に収納しようと思ったら、10品目しか入れられないんだな。あらら、ほんとだね。全部の食品を集めようと思ったら倉庫もたくさん必要になってくるね。そうだな。だが今は品切れ中のキュウリと入れ替えるだけにしよう。そして穀物屋で販売してもらうぞ。よし、私も後で買いに来るぜ。さて、牛舎の方はどうかな？そろそろ完成しますよ。おう、頼むんだぜ。できました。ご苦労様、次は学校も頼むんだぜ。忙しいこった。マリサ、そしたら牛の餌になる干し草用の倉庫も必要だよ。おお、そんなのも必要なのか。じゃあ隣に建ててもらおう。これでよしと。まだ干し草もできてないから建てるのは学校の後で良さそうだね。そうだな。なあ霊夢、どうしたの？あのピザみたいなマークが気になるんだけど。ピザ？これは食材の数が乏しいってことだよ。食材の数が2種類以下になると出るみたいだね。なるほど。熱帯家は大人7人家族で消費が激しいのかよく出てるけど、すぐに市場で購入してるから大丈夫そうだよ。問題ないならよかった。卵も食べてくれよな。さあ、5月になったよ。干し草作りを始めたみたいだから見てみよう。その辺の草を刈り集めて作ってくれるんだな。そうみたいだね。これならいくらでも作れそうだ。村のそばにも追加しておこう。秋までに1年分用意しておかないといけないからね。数も読めないから多めに用意しよう。でも乾燥させるにはそこそこ時間がかかりそうだね。それじゃあ牛を購入するのはちゃんと干し草の準備ができてからだな。あ、そんなこと言ってたら交易の使者が来たみたいだよ。とりあえず何か交易できるものがあるかだけ確認しよう。村長、使者はバラクヤからです。そこそこ向こうからも来てくれるよな。大した取引もしてないのにね。どうしますか？牛を飼いたいところだがここは我慢しよう。気になるのはこの魚の干物だな。干物はメルファの町でも買ってくれるし、どうにか塩を手に入れてうちの魚を商品化したいんだぜ。自作する方の町に期待しましょう。よし、塩は交易で出るのを待ちつつ、村でも作れる体制を作っていこう。どうも塩を含んだ地下水を汲み上げることで作ることができるみたいだね。かなり手間がかかりそうだから、まずは塩を買った時に入れられる倉庫から用意していこう。
だいぶ建築が渋滞してきたよ。ふう、やりたいことはたくさんあるけど、そんなに急には進まないからな。学校はまだまだ時間がかかりそうだから、少し気長に行かないとね。そうだな、一つずつ進めていこう。干し草の乾燥具合は半分ほどだね。進まないなぁ。あまり慌てなさんな。ふう、じいさんそうだな。ちょっと落ち着くか。もうすぐ6月、初夏の一番過ごしやすい気候だね。ああ、気持ちのいい陽気だな。私は何を焦っていたのだろう。このまま秋までのんびりしよう。いや、それはのんびりしすぎでしょ。やっぱり？ほら、干し草の準備もできたみたいだよ。しっかり乾燥して美味しそうになったな。そんなこと言ってるとまた変な噂を立てられるよ。おっと、それはまずい。でもこれで牛を飼う準備が整ったな。でもそういう時に交易の使者が来ないんだよね。私は待つことを覚えたぜ。もうすぐ学校もできそうだし少し待ってみよう。お、できたみたいだね。じゃあ早速覗いてみよう。なんかすごくシンプルだな。そうだね、とりあえずここで先生を決められるみたいだよ。よし、早速雇う。お、決まったみたい。誰だろ？どうやら冬に移民できたお礼者さんだね。結構教育を受けた人も来てくれてるよな。ありがたいね。お礼者、よく引き受けてくれたな。任せてください。腕が鳴りますね。ほどほどにな。とりあえずこの学校では簡単な読み書きと計算なんかを教えるみたいだね。それで生徒は待ってれば来るのか？多分。まあできたばかりだし様子を見てみるか。ちなみに対象は10歳から15歳だから。今は2人しか対象がいないね。思ったより少なかったな。でもどんどん成長もするし、いずれ増えるでしょ。よし、学校はお礼者先生に任せてまた様子を見に来よう。そしたらそろそろ牛の購入を進めないとな。今干し草の倉庫を建てているところだね。調子はどうかな？この程度でしたらすぐできますよ。はい、完成です。早速運んできたね。村長の好物の干し草持ってきたよ。とにかくこれで準備はできたし、早く牛を導入したいから交易の使者を出そう。了解です。では馬薬屋に使者を送りますので少しお待ちください。それではその間に少し畑の様子も見ておこう。順調に成長しているように見えるね。新しい畑の方も青々としてきたな。ちょっと大きいから不安もあるけど収穫が楽しみだね。ああ、できるだけ残さず収穫できるように考えよう。村の畑だけじゃなく家庭菜園の方も今年も順調そうだよ。毎年できるものが違うからこちらも楽しみだな。よし、二つ目の食料倉庫もできたみたいだし、製塩所を建てよう。干物がまずは目的だから魚のそばがいいな。よし、ここにしよう。製塩所ができると村の産業化も少し進みそうだね。でも建てるのはなかなか大変そうだな。マリサ村長。どうした？交易の使者がバラクヤに着きました。よし、待ってたぜ。早速牛を飼おう。では農耕用の牛を4頭飼うぞ。1頭40で合計160になります。わかった、買ってくれ。以上でよろしいですか？あ、やっぱり普通の牛もオスメス1頭ずつ買っておこう。こちらも1頭40です。わかった。ふっふ、到着が楽しみだ。マリサ、どうした？製塩所だけど建材として石が必要みたいなんだ。マジか。なので石切り場を建ててまずは石を集めないと。わかったぜ。村から近い石はここだね。よし、じゃあなるべく近くに建てよう。でも新しい建材が必要だったか、見落としてたぜ。おお、いつの間にか牛が来てる。鶏は馬車で来たけど、どうやら牛は歩いてきたみたいだね。え、牛だけ歩いてきたの？周りに人は見えないねー。随分お利口な牛だな。
まあ、無事についてよかった。まずは餌を確認してみよう。干し草500で約3ヶ月分の餌になるみたいだね。じゃあ2000くらい蓄えておけば大丈夫そうだな。そうだね。そしたら次に放牧地を決めよう。休耕地に放すことで地力が回復するみたいだよ。おお、それは助かるな。じゃあここに放牧してくれ。おお、来た来た。長旅で疲れただろうから、しばらくのんびりしてもらおう。お、また使者が来たようだ。今度はどこかな？村長、デルカチから交易の使者が来ました。この町は初めてだな。商品はどうだ？村長が欲しがっていた塩を売ってるようです。おお、それはいい。早速買おう。では塩300を価格30で購入します。頼むぜ。まずはこの塩を元に干物を作って販売してみるんだね。そうだな、うまくいくようなら、製塩所ができるまでは買ってもいいかもしれないな。また一歩前進したね。着実に進んでいるんだぜ。さあ気づいたらもう7月下旬、もうすぐ収穫も始まるよ。小麦も色づいてきたな。うん、黄金色に輝く小麦が美しいね。この秋も忙しくなりそうだ。